じゃあ、いいですか？サイド、両、まあ、じゃあ、右からいいですか？奈良さんの、まあ、主戦場というかね。いいですか？はい。ここも迷いなく、あ、迷いなく。山田信久さん。山田信久さん。ここも迷いないです。理由は？いや、ちょっと、なんだろうな。本気でやれば、いや、本当に、本気でやれば、この人が、絶対海外に行けたんですよ。間違いなく。でもね、なんかね、本気でやってないっていうか、そこれれなんね、か、なんかね、ちょっと表現は多分違うんですけど、原博美も同じようなこと言ってました。なんかね、なんか、なんだろうな。あれ、本当100%出してるっていう、でもできちゃうんですよ。はいはい。まあ、右のワイドでも、どこでも。でも、それいろんなレベル、ポテンシャル、そのスピード、パスとかドリブルとか、全部が高いってことなんですか？もう全部です。全部が最高水準です。この方は。ええ。本当に。で、どこでもできますし。だ本当、この人が、本当に本気を出してサッカー取り組めば、絶対に海外行けました。間違いなく。だからボランチとかもやったやってまり、した。もうちょっと前やったりしてる時もありましたもんね。だから、レッツが3バックの時、シャドウをやったり、はいはい。なんなら後ろもできると思いますし、はいはい。スリーバックとかも絶対できますよね。なんならキーパーもできるぐらいな。いや、そのぐらいなレベルですよ、この人は。じゃちょっと奈良さん的にも正直かなわないっていう感じなんですいや、か？全然かなわないです、この方ええー。は。このぐらい、強烈です。ああ。本当に、ね、このひ、ね、い、この言葉が正しいか分かんないですけど、いや、本当本気でやれば、本当に年齢はどうすか？下ですか？だいぶ。3つぐらいしたらどんぐらい。だって、あんまり代表には絡んでないですもんね。ジーコジャパンの時に、僕一緒にやってるんですよ。あ、そうですか。で、その時に、やって、出ましたね、代表では。でも、そのぐらいなんで、世代別でちょっと絡んでましたけど、で、やっぱり俺ね、浦和一筋じゃないですか。そういった意味でも、なるほど。面白いな。いや、本ちょ当っとに、本当ですか？山田信久さんがどうってことじゃなくて、なんかね、そういう、あ、代表でとかっていう、ずっとレギュラーだったとかじゃない方なんで、あれ、それか、まあ、ね、ちょっと内田篤人さんとか、その辺僕ちょっと想像してたんですけど。ここは全然迷うことなく。左、いいですか？左はですね、いや、僕は遠い面でずっと脅威を与えていた、サントス・アレッサンドあ、ロ。これはちょっと予想してあ、予た。想してました。やっぱそうっすか。もうここは、ここもそうですね。いや、これなんか奈良さんとのマッチアップのイメージありますもんね。どうしても僕は、やっぱなんか浦和のイメージっていうか、僕はやっぱ清水のイメージなんですよ。アレックスの頃ですよね。そうです、そうです。で、アレックスのイメージで、やっぱり右市川、左アレックスがもうこう、憎たらしくて。これ、フォーバックで右市川、いや、左、スリーバックスリーバックですか？あの時ああ。はだから352でやってて。で、だからまあ、本当にもうずっと張ってるんですよ、左に。で、こう途中から入ってきたりするともう厄介なんですよ。こっちが疲れてんのに、こうスピードでキュン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 来られちゃったら、全然もうほんと後手踏んじゃうんで。だから一番、アレックスとマッチアップして、僕イエローカードをほんとたくさんいただきました。やっぱ早いんですか？早いんですよ。本当に緩急の使い方とか。ああ。まああとはその、足首とか柔らかいんで、だからこう、なんですか、足も出せないですし、もうすぐちぎられるし、それでも削って、はい、イエローっていう、そういう流れがあったんで。なるほど。だから、ちょっとこう、守備はウィークでしたけど、攻撃の良さでそこをうまく消していた印象が、あとやっぱり独特のこのドレッド、あれもなんイメーかジすありごまく、す。すごくなんか僕の中では、ちょっと脅威を与えてたんで。
それ含めて怖かったんですね。あ、それ含めて、なんか、この人ちょっと怖い人かなと思ったら、でも、なんかジーコジャパンの時に一緒にこう、あの、代表でやってたら、ちょっとこう、なんかみんなにこう、ちょっかい、されやすいというか、いじられキャラ。あ、そうなんですか。はい。へー。なんで、そっからはどんどんこう、良い意味でいじるようになりました。へー。はい。そうなんだ。そういう感じなんですね。そうです。結構いじられキャラで。でも愛されてましたね。愛されてました。みんなに。いいんですか？相馬直樹さん入れなくて大丈夫ですか？タイプが違うの。タイプが違う。でもやっぱ僕にやっぱり一番脅威を与えてたんで。なるほど。ここは。じゃあ、トップ下、お願いします。トップ下はいろいろ迷いました、ここは。これ気になりますね。はい。トップ下は、やっぱりこの下かなっていう。ピクシー。ピクシー？はい。ここはピクシーかなと思っても。ドラゴンストイコビッチ。ピーさん。違うんすか、やっぱり。なんかもう、いるだけでちょっとこう、スタジアムの空気感変えますし。うん。僕が、鹿島で、で、ピクシーが名古屋の時に、やっぱりうまいなっていうのは、すごく感じましたし。で、やっぱりいろんなこう、プレイビジョンを持ってるなっていうのは、やっぱこう、ピクシーがボール持つと、周りが一斉にこう、スイッチつくぐらいな、このぐらいな本当にこう、チームとして中心で活躍してたなっていうのと、あとは天皇杯で、僕が決勝、まあ僕相手じゃないですけど、広島で、なんか、ゴール前で、なんか3人ぐらいこう、かわして、ありました、ね。はい。ここがあったんで、それもなんかすごく強烈に残ってるんで、やっぱりちょっと異次元ってことですね。トップ下はピクシーかなっていうのと、やっぱ監督でもね、なんか、なんだろう、こう、ピッチ側に出たボールをそのままダイレクトでシュートして、そのままゴール入れちゃって、イエローカードをもらっちゃったっていう。ありましたね。はい。こんなちょっとこう、ね、なんかこう、悪いじゃないですけど、悪ガキというか。はい。そういうところもなんか憎めないかなっていう。なるほど。トイコビッチさんを選びました。ありがとうございます。ピクシーって入れちゃいました。いいですけどね。いいですよ。ピクシー怒んないです、はい、ピクシーは。じゃあ、ツートップ。ツートップお願いします。いいですか？一人は、エメルソン。はい。エメルソン。浦和レッズとか、札幌とか。はいはい、もう一人は、柳沢敦史。来ました。はい。もうここです。どうですかこのツートップ。どうですか、これは見てみたいな。強烈ですよ。エベルソンは、早い。早すぎる。反則。結構マッチアップありました？そんなにマッチアップないんですけど。はい。でも、なんだろう。今のルヴァン、まあ昔ナビスコカップじゃないですか。はいはい、決勝で、ちょっと、裏は、なんか左サイドに来たんですよ。はい。エメルソンが。はい。で、ちょっと、なんか、まあ背後にスペースあって、ちょっとこれ、あ、これ勝負できるって思って、で、勝負したんですよ。用意どんで。はい。で、僕でも、まあ、スピードを、結構。ねえ、奈良さんめっちゃ速かったっすもんね。スピードね、やっぱりこう自信持ってましたけど。はい。もう本当にようやく、ギリギリでなんかスライディングで止めたぐらいな感じだったんで。もう異次元でしたね、この人。はい。そのぐらい強烈に残ってます、このスピードは。やっぱ違ったんですね。はい。だってもう一人でチャンス全部作って、決定力もあったっすもんね。はい。で、ちょっとこう、ソックスがちょっとね。はいはい。あの、僕もそうですよ。はいはい。ちょっとこう、ずり下ろして。はいはい。って感じじゃないですか。まあ、そこが一番のセンスリーなんですけど。そこっすか？はい。あれやってる人は？はい、僕の中ではもう本当、もう先行基準ですから。そこ先行基準ですか？なるほど。
メルソマール。こっちも教えてください。もう何ですかね。もう、動き出し。動き出し。が、とにかく早くて。だから、出したくなっちゃうんですよ、こっちが。え、よくその動き出しが上手いとかって柳沢さんって言われるじゃないですか。はい、はい。早いんですか？動き出しが早いんで、だこっちがこう顔を上げた瞬間に、もう常に動いてるんで、やっぱどんどん視野に入ってくるんですよ。なるほど。で、視野に入ってきて、ほんとこっちがこうパス出したくなるような、こう背後抜けるとか、で、そういうこう、やっぱり動き出しもそうですし、あとはだから山口元博さん同様、こう相棒が、こう、あ、なんだろうな、こう、すごく、相棒次第で違うプレーもできるというか、相棒の良さも引き出せる。こうそのぐらいな、なんだろうな、こう万能型、今言われますけど、はい。そういうタイプでしたね。なるほど。この方は。これ、組ましても凄そうですね。はい。で、組ましてもすごいですし、で、柳沢敦と、こう、札川、このバチバチ感が最高なんですよ。なんか、あ、なんか、あの、マッチアップしてるなんかありますね。あります。で、柳沢氏退場しちゃったりとか。このマッチアップも必見ですかね。で、これをやっぱチームメイトにするのは、僕の中ではやっぱ先行理由なんで。これ一回チームメイトしてみたいと。はいはい。一回ちょっとしてみたいなっていう中で。うわ、でもこれ強そうっすね。どうですか、大悟さん。これは。でもやっぱりなんか早いっすね、全体的に。でしょ？スピード系は多いっすよね。はい。これも、そうですね。やっぱ奈良さんあれなんで、やっぱヘディンガーとかじゃないんですね。やっぱ機動力となるんですよ。ねえ。はい。ちゃんと出せそうな人もいて。あ、さすが。こう、この辺がね。はい、はい。はい、ガンガンもうこの辺もサイドも前も。はい。で、後ろも3人で守ってくる。もう3、そうですよ。だから3人で守って、6人で攻める。そこですから、僕の中で。まあ、キーパー含めて4人で守って、です。6人で攻める。そこで完結する。10人しかいない。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。7人か。4人で守って、7人で攻める。なるほど。よくハイラインにしちゃっても、でもね、絶対間に合いますからね。全然間に合います。え、あともう一個聞いていいですか？はい、はい。監督誰にします？監督。監督いいですか？監督。はい、監督はもう、ここも迷いなく。迷いなく。トニーノ・セレード。おー、はい、理由は？理由は、でも本当に現役で一番長く監督と選手でやらせてもらって。はい。まあ、とにかく、うん、熱血感。熱いんすね。とにかく熱い。ちょサブってなっちゃってますけど。いや、サブでいいですよ、セレーズは。とにかく熱血感で、あとはやっぱり、うまい。うまい。基本技術がうまい。とにかく、だから、ミニゲームとかでも、普通に、できちゃうんですよ。へぇ。だから10分15分ぐらいだったら、全然できちゃうぐらいな、こうやっぱり基本技術でしたし、で、あとは、こう、なんだろう。セレードって、日本にいると、なんかうるさいおじさんだなと思ったんですけど、ローマとかでやってるじゃないですか。ローマとかサンプとか、でイタリアでやってて、スクデットも取ってますし、で、鹿島が、なんか、ローマに、なんかトレーニングマッチ、プレシーズンで行ったんですよ。はいはい。オリンピコで、はい。やらせてもらって、はい、すげえ。で、その時に、ちょっとやっぱセレードって、すげえ偉大だなって感じたのは、まあやっぱりこうサポーターが、やっぱりこう、なんですか、もうすごい盛大に歓迎するんですよ。ああ、セレードっていう感じで。で、あと何がすごいかっていうと、こう、アントラーズのベンチに、こう、ローマの選手たち、ブラジル人、カフーとか。カフーとかあってみたいかな。あと、あれだ。ザーゴ、だから、鹿島の元監督だった。はいはい。あの方とか、だからトッティとかも、こう、セレーゾを、こう、なん、こう、あ、会いに来るっていうか。挨拶に。はい。やっぱこいつすげえなって思いました。こいつって、こいつ。
ほんと。もうこいつすげえなって思いましたもん。やっぱ伊達にスクレット取ってないわって思って。そこで、うん、変わりました。あ、そうですか。はい。え、じゃあなんかこう、指示を受けて、これが記憶に残ってるとか、そういうことはないんですか？まだ守備がすごくうるさかったですね。やっぱイタリアでずっとやってたんで。なるほど。守備のその、ポジショニングとか、そこはすごくうるさかったです。すごい細かくて。はい。じゃ守備しっかり、こうやっとけば、まあ攻撃は結構自由度高かったんで、守備のはうるさかったですね。そこは徹底しました。じゃあ、けれど。このメンツでも、これだけ上手い監督だったらもう、みんなもしっかりついていくしって感じですね。大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。そこのやっぱ経験もありますし、はい。そういうとこで、ペレードだったら大丈夫だろうと。思いまして。いやありがとうございます。これ、七橋明は入ってこなかったんですよ。全然入りません。入る余地もないですし。それ、鹿島が多くないですね、そんなに。だから、二人かな？二人ですね。二人か、はい。はい。何気にあれなんですよ。ちょっと、あれ、浦和ショックがちょっとあれです。確かに。うん、そうですね。まあでも僕の中では、サンちゃんは、やっぱ清水の色が強いんで。はい。わかりました。これじゃあ、これが奈良さんの。はい。で、文句ないですか、大悟さん。え？なんか、いや、このポジション違うんじゃねえかっていう。いや、一個聞きたいのは、はい、中田英寿とかいいのかなとか。まあ、そうですね。まあ、中田さんとかね、俊介さんとか。はいはい。なんかすごく、いろいろ迷ったんですけど。はい。やっぱり、何ですかね。なんか現役の頃やって、脅威を与えてたのは、ピクシーかなっていうのが。なるほど。自分の中であったんで。だから、チームメイトってよりも、その、あれですね、相手としてのインパクトを。そうですね。はい、こう、脅威を与えた。まあ、柳沢さんとか小笠原さんはチームメイトですけど、まあ、結構脅威を与えた選手と、まあ、自分がすごくやりやすかった。うん。柳沢さんとか小笠原さんとか。うんうん。まあそういう転向理由ですかね。なるほど。はい。いやー、ちょっと面白いですね。まあいろいろこう、はい、レジェンドがいましたけど。はいはい。はい。この11人を、おじさんが選びました。いやー、これあんまり被んなそうですね、誰ともね。被んないですよね、これね。うん。はい、この後ろ3枚が、これは被らないでしょ。これ被んないと思います。誰一人としてこの三人は選ばないと思う。三人というか、まあ一人二人選ぶと思いますけど。はいはい。なんか、ね、もうちょっと、やっぱヘディンガーとかの、やっぱね、はい、インパクトはそっちの方があったりしますからね、センターバックとか。はい、ほら、トゥーリオさんとかね。はいはい。だから、ボンバーさんとか。いや、そうですね。はい。僕は。指導力では絶対負けない三人。負けない。この三人で、なんとか、しのぎ切れるんで。出てきてくれるんで。あとやっぱセットプレイのね、キッカーもいますから。そうか。はい。中盤3枚は全員蹴れますから。これも変えるんじゃないですか。ああ、もう蹴れますね。こっちも。そうですね。はい。いや。これは魅力的ですよ、大子さん。いろいろだからこれを見てちょっとあれですね。なんか意見欲しいですね。意見をね。あ、そうですね。コメントで。ね。これね。そこは違うだろうもそうですし。この人がよかったな。この人はどうです。この人はどうですかとかってコメントをくれたら、それまた喋ってもらいましょう、奈良さん。この人は。いや、俺も期待してますよ、だって。なんか仲良さそうっていうか、勝手にいっぱい一緒にプレイしてた人は、やっぱり、なんか選ぶのかなと勝手に思ってましたけど、はい、あんまり入ってない。しますからね。ぜひ、コメントをもらいましょう。はい。欲しいですね、たくさん。はい。これを見て。はい。ということで、奈良さんありがとうございました。ありがとうございます。奈良橋の醍醐味チャンネル、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。